今日はかぼちゃ尽くし。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、撮影です。いいですか、映って。いいよ、いいよ。夏の風情なし。これ、カスタムセット。めっちゃいっぱいあるね。今日はかぼちゃ尽くし。でかぼちゃの天ぷらとかぼちゃのフライと天ぷらとフライとあ、超コロッケ。じゃあコロッケかな。食べてみて。え？いいよ。これかぼちゃの味噌汁かな。めっちゃかぼちゃ。そう。いただきます。まず味噌汁か。さかやけだな。かぼちゃだ。おお。うまい。かぼちゃ食べて。人参じゃないそれ。これかぼちゃじゃない。え、そう。え、本当に？人参です。それかぼちゃ。天ぷら。すごいですね。なんかいかついの。肉。肉。あ、肉巻いてある。うん、マジ？の肉だ。トマトもキャベツもキュウリも入れるのです。もう最後でした、キュウリ、キャベツは。これは魚味噌って言って、あの島独特の食べ方ですね。これはさつまいも。で、これは味噌汁の、今日はかぼちゃばっかりです。かぼちゃ味噌汁です。で、これが大根のお漬物と、これつばぶきですね。で、あのご飯に入っているのが、グリーンピースですけど、機械島では銀だって言います。あの、ちょっとちっちゃいんです。なんか甘みが強いです。ゴーヤーも家のゴーヤー1本で切りました。あとは何？あと島豆腐は毎朝買ってきます。そういう感じかな。このタコは島タコです。あのちょっと島ちっちゃかったので、お刺身出せないなと思って、そういうふうに来ました。うん、島の食べ物が、ほとんど作ってる感じ。です。めちゃくちゃ美味しい。同じさつまいもなんですけどね、これ紫でしょ、これ白でしょ。同じ、なんていうのかな、ね、できるんだけど、違うんですよ。同じやつだけど、色が違うと。同じつる、うん、
だけど人間もほら顔系じゃないですか、兄弟、それと一緒で、これはめっちゃ濃いですけど、お汁もあるし、めちゃくちゃ色がないのもあります。だからどうして行くんだけど、これはお汁って一緒じゃないですよね。私では分かりません。そうなんだ。同じこうなんていうのこう、ぶわー抜くんじゃないですか。でも、できないんだったら。こうすればいいと思う。こんにちは。いきなり始まったよ。何を頼まれたんでしょうか。油そうめん。油そうめん、はい、ちょっと失礼します。ここの油そうめん大好きなんで。あ、美味しそうです。でキースさんです。でなおさんは何を頼まれたんでしょうか。鶏飯でテンション上がりすぎてちょっとこぼしてこのところです。テンション上がりすぎて鶏飯も人気ですよね。鶏飯、ここの鶏飯一番好きです。ありがとうございます。家で採れたやつですか。そう、これ今から黄色くなるんですか。黄色ってよりこういえばこれは少し色がつくぐらい。もうそれはちょっとあれだけど、こんな感じ。うん、目をこんな感じ、食べれます。これ食べてみる。日本じゃないか。一回しないと食べる。これがあれでとか言うの。すごい。これはあと普通のパパイヤですね。あ、パパイヤ、はい、でこれがパッション、パッションフルーツのジャンボです。あ、なってるなってる。そう、パッションのジャンボなんですよ。本当だ。あ、豆の殻が、でこれはトウモロコシですね。あ、で今日出てた あれはトマト、あそこです。トマト。あ、なってますね。なってます。本当だ、すごい。でこっちにキュウリと、なんけ、これは、ほら、はい、もうすごい、こっちまで入ってこっちが作ったはしごなので気をつけてくださいよ。ここは本当にもうボロボロなので、すごい、気をつけておいてくださいね。滑りそう。怖いよ怖いよ怖いよ。はい、そして蒸し蒸しもありますけど、これがさっき見たバナナですね。おお、乗ってますよ。見えます？バナナ。すごい。でこれがあれグアバ。グアバ。グアバだ。あ、花が鳴ってますね。あれ、実もついてます。あ、実もついてる。可愛い実がついてますよ。でこれは島桃です。桃？島桃。島桃？あまり大きくない。初めて見た。そうですか。であれがあれね、なんかドラゴンフルーツ。サボテンみたいですよ。あれドラゴンフルーツなんですか。そう。え、ちょっと今まだ花が咲いてませんけど、花が咲いてこれに実がつきます。へえ、こんな、え、そう、これですよね、このサボテンみたいな。そうそう、これがドラゴンフルーツです。こういうところに花が咲いて、花は月下美人、わかります。はいはい、はい、あれと似たような感じの花です。咲いて実がつきます。バナナもいっぱいある。バナナいっぱいある。でもこれね、かわいいバナナ、こんなのでバナナついてるってついてますよ。こんなところ、こんなちっちゃいバナナできてると思ってもできますけど。あ、ちっちゃい。これはもうほんとかわいそうなんだよ。かわいい。大きいだけバナナも、これ、キカジマミカ、クニハ。クニハ。クニハ。なってますけど、私はなってませんね。あ、ちっちゃいなって。
あのちっちゃいみかんか。そう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 。あの青やつ。でこれがあの何レモンだけど、なんとかレモンって言うんですって。レモン。レモン。うん。花いっぱい咲いたんですけど、あんまなってませんね。花が咲いたんだけど、あれどっかに一本なってると思ったんだけど。まだ。あ、実がなってる。なっちゃう。はい。あ、本当だ。すごい。すごいね、なんか紫落ちちゃったわ。やっぱ咲くんだけど。去年は3個できました。でね、去年までここに水がいっぱい流れてたんですよ。あの上からとこっちからとね。だけど、あの、水元がこういう感じで草ぼうぼうなったので、水の道が違ったんですって。だから流れてくれんの。去年までこっちに、あの、タイムフォンって言って。ほうほうほう。水が流れてタイムフォンができてません。すげえ。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。営業日というか定休日の、あの毎週火曜日です。毎週火曜日。はい。で、あの予約があったらあります。あ、そうなんです。定期みたいなもんですね。お昼も夜もあるんですね。はい、夜は、5時から開けてます。すごい美味しかったね。美味しかったね。ありがとうございます。なんか、野菜も美味しいんですよ、島さん。大丈夫ですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。もう野菜もここで採れたものをほとんど使ってるんですね。ほとんどですね。もう8割、9割は輸入野菜ですね。それがあのメインで、結局、主人が退職して野菜をいっぱい作ってたんですね。で、食べきれなくって、みんなに分けるんだけど、みんなも作ってるのいらないんですよ。で、それで、ちょっとじゃあ、っていう感じの、初めて。って感じですね。なんか、噂で聞いたんですけど、10月、うん、で、31日お店で13日お店でします。でそれから片付けて、寂しいね、ありがとうございます。ファンたくさんいると思うので、本当に田舎料理です。ここは家電料理でしようかなんていうのか、ありがとうございます。おばちゃん料理で皆さんありがとうございました。ありがとうございました。なんか駆け込みでね、皆さん、ね、いっぱい食べに行く、うん、ありがとうございます。元気のうちにこのとこ行こうかなと思って、うん、決まったら東京に動けるかなと思ったりして、うん、2人で1人1人前できるかな、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もっとなんかうまい締め方ない。何私福岡という人福岡ナンバーの人も初めて見た。あ、本当ですか。車の前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 懐かしく思った。あ、雨やってる。ここの前で、うん、行きましょうかね、うん。あ、そこ落ちちゃう。あ、こっち。ちょっと。ここからも懐かしい。おじちゃんとおばちゃんも。あ、じゃあ、写真の時だけ。はーい。食べに来てねー。